皆さんこんばんは。今日はですね、この背景見ていただいて分かるかもしれないんですけど、最近分かんないモスバーガーに来てます。最近話題の黒毛和牛バーガーをちょっと今日は食べてみたいと思います。まあいろいろ賛否いろいろあると思うんですけど、僕そもそもモスバーガー結構好きなんで結構期待してます。で、普通のハンバーガーと比べてどうなのかなっていうのもあるんで、モスバーガーも食べてみて食べ比べしてみたいと思いますんで、それではちょっとメニューが来るまでのしばしの間少々お待ちください。皆さん来ました。これが噂のですね、黒毛和牛バーガー190円、黒毛和牛を350頭使ってるという。中身はマヨネーズ、トマト、この四角いなんか黒毛和牛のハンバーガーらしきもの、ハンバーグらしきものと、でも本当にこれ照り焼き味なのかな。ちょっと食べてみる。ちょっとこれね、普通かぶりついた方がいいと思うんですよ、ハンバーガーなんで。けど僕はこれだけ食べてみます。うん、黒毛和牛の味はするするけど、これ結構まあ混ぜ物っていうか、おいしい。いただきます。黒毛和牛が入ってるっていう感じですね。ちょっとついでに頼んだあのモススパイシー、モスバーガースパイシーをちょっと食べてみよう。ちょっと見えないかな。モススパイシー、あ、なるほどね。うん。これもね、比べなくてもちょっと分かっちゃうけど、これ豚肉の味じゃん。うまっ。モススパイシーうまっ。うん。うん。どうなんだろうこれ。これもうまいけど、これ690円どうなのかな。黒毛和牛の消費っていうことで、まあ嬉しいし、黒毛和牛がこれでなんかなんていうのかな、使われるの嬉しいけど、まあこれわざわざ黒毛和牛にする意味あったのかなっていうのはちょっと思いました。ごめん、食っちゃい。うん、これはあの僕のやつ。今食べないの？あのフィッシュバーガーなんで、これは全然あの比較対象にはならないかなと思って。食べた方がいいですか？いい感じかな。うん、ね、これちょっと申し訳ないけどね、こっちの方が美味しい、ぶっちゃけ俺的にはね。なんか、うん、確かにまあ黒毛和牛の味はするんだけど、690円じゃん。肉の味はこっちの方がやっぱ全然強いけど、うん、なんていうの、この
ンバーガーとしての一体感とか、そういうことを言い出すと、普通にこのモス、あれの方が美味しいかもしれない。これはね、申し訳ないです。邪道。フィッシュバーガー。で、そのこっちの方がうまいんじゃないかって、スパイシーモスは440円で、フィッシュバーガーに至って380円ということで、まあもちろん使ってるものが違うから値段違うだろうっていうのはもちろんそうなんですけど、まあ黒毛和牛の風味がちょっとあるぐらいで、そんななんかそのわざわざこれにする必要あったのかなみたいなところもちょっとあったんで、まあ賛否両論あると思うんですけど、僕はまあ黒毛和牛じゃなくてもよかったかなみたいな、まあ、けど黒毛和牛の宣伝にはなってるんですごいいいことだと思います。でまあその話は置いといて、モスバーガーは好きなんで、あともう一個だけハンバーガーを買って帰ろうと思います。